皆さんこんにちは、かりんことしなかりんです。はい、というわけでもうすぐハロウィンということで、今回はロリコンハロウィンメイクに挑戦してみました。本当に材料もそんなにいらないし、結構簡単なメイクになってるので、ぜひハロウィンメイクの参考にしてみてください。というわけで今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。にゃー。では下地からやっていきます。サナのカラーキー CC クリームを使います。今回は白猫ちゃんということで、ピンクベースのものを使用します。ファンデーションはイヴサンローランタンアルクドポー B10 を全体に広げていきます。このファンデーションはお値段は少し高めにはなるんですけど、塗った後サラサラになってくれるし、カバー力もとってもあるので、とてもおすすめです。そしたらスポンジで押さえていきます。スザンヌシェーディングスティックを使用していきます。猫の輪郭を表現するためにフェイスラインはしっかりシェーディングを入れていきます。スポンジでしっかりなじませましょう。ファンメイクのリップ&チークジェルの3番を使用していきます。目の下に結構濃いめに広く入れていきます。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー MO を筆に取って顔全体に塗っていきます。今回はふんわり肌に仕上げたいので、結構しっかりパウダーものせました。そしてチークの上はよれないようにさらに濃いめにのせています。キャンメイクナチュラルシフォンアイブロウ03番、こちらで眉毛をふんわり仕上げていきます。薄い方の色をとって、足りないところを描いた後、全体をふんわりぼかしていきます。そしたらその上から眉マスカラをしていきます。ケイトのアイブロウカラー NPR2 番を使っていきます。眉マスカラは毛の流れに逆らってその後整えていくっていうのを繰り返すと、全体に綺麗に色がつきます。そしたらこちらの薄い色を取ってノーズシャドウを入れていきます。猫の顔を表現したいのでノーズシャドウもしっかり入れていきます。そして最後に指で少しぼかします。では続いてアイメイクに入っていきます。アイメイクラスティングマルチアイベースの01番を使っていきます。まぶたに少量広げていきます。こんな風に指でなじませてからアイホールに塗っていきます。このキャンメイクのアイシャドウベースは色の持ちも良くなるし、発色も良くなるし、とってもプチプラなのでめちゃくちゃおすすめです。アイシャドウの代わりにキャンメイクパウダーチークス PW22 番を使っていきます。筆にとって二重幅に薄く広げていきます。そして目尻の方だけ二度付けします。そしたらマジュリカマジュルカジュエリングアイズ PR792 番のここの白のカラーを指にとって、目頭側からまぶた全体に広げていきます。そして筆にとって結構たっぷりめに目頭にくの字に入れていきます。そしたら続いてここの色を筆にとって黒目の上にのせていきます。ではアイライン描いていきます。ケイトのスーパーシャープライナー ABR1 番を使っていきます。いつも通り細めに粘膜の方を埋めながら引いて、目尻の方だけいつもより少し長めに払います。そして上からどんどん描き足して跳ね上げラインを作っていきます。細い線を上から重ねていくと描きやすいです。そしたらアイシャドウの一番濃い色をラインの上にのせていきます。そしたら同じ色を下まぶたの目尻にも入れていきます。でさっき使ったチークを下まぶたにも入れていきます。シャドウとアイラインはこんな感じです。そしたら続いてまつげを仕上げていきます。今回は目尻だけつけまつげを使用したいと思います。ロージーローザのブラウンのつけまつげを使っていきます。こんな感じのまつげになってるんですけど、3分の1くらいの大きさに切って目尻にだけ使用していきます。はい、このくらいの大きさにカットしました。まつげのりはダイヤモンドアイラッシュフィクサーキキララコラボを使用していきます。じゃあのせていきます。つけまつげはこんな感じです。そしたらフィッツコーポレーションのピンクブラウンマスカラを上から塗っていきます。つけまつげの上、そして下まつげもしっかり塗っていきましょう。アイメイクはこんな感じです。垂れ目のキャッツアイを表現しました。そしたら不老不死のモテライナーのリキッドのブラウンを使って鼻とヒゲを描いていきたいと思います。まあこれはもう自分の好きな形でいいんですけど、一番簡単なのはこんな感じの三角形を描いて
寝ます。で、左右ひげを3本ずつ描いていきます。はい、こんな感じです。じゃあ最後リップ仕上げていきます。ニシャのモイスチャーコーティングティントのコットンピンクを使用していきます。はい、というわけで白猫ハロウィンメイクができました。そう、ハロウィンメイクってやっぱりなんか傷メイクとか結構ハードな感じのものが多いなと思ったので、私はあえて可愛い白猫ちゃんを選びました。そう、今年はなんか黒猫のコスプレも結構流行るみたいなんですけど、まあ周りの人たちとのねギャップをつけたいななんて思ったので私は白猫をチョイスしました。そう、ハロウィンメイクってやっぱ傷メイクとかやるってなると結構高度な技がいるなと思って、私もそんな材料もないしという勉強する時間も今年はなかったので、こういう簡単な白猫メイクを考えてみました。で、ポイントなんですけど、今回は白猫ということでふわふわな感じに仕上げたかったので、マットな肌を作るためにこのイブサンローランのファンデーションとかマシュマロフィニッシュパウダーでピンクベースのふんわりとしたお肌を仕上げました。で、私の中で甘えん坊な感じの白猫をイメージしていたので、今回は唇にもチークにもアイメイクにもがっつりピンクを取り入れてみました。で、アイメイクなんですけど、アイメイクは今回普段しないこんな跳ね上げラインとかつけまつげを使用しているので、やっぱりブラックのものを使用してしまうとなんか白猫のイメージからは遠ざかってしまうかなと思ったので、あえて色素を薄く見せるために全部ブラウンのものを使用してみました。で、まあ最後に、まあ、お花とひげを描いてよりね猫ちゃんらしさを出してみたんですけど、私もね今回初めてハロウィンメイクっていうのをしてみて、毎年ハロウィンのコスプレは握手会とかでさせてもらってるんですけど、ここまでがっつりメイクとかまでは全然したことなかったので、すごい考えてるのがすごく楽しかったです。まあもうすぐハロウィンなんですけど、私今回買い足したのはほんとつけまつげだけだったので、多分お家にあるものでも全然できるかなと思うので、まだハロウィンのメイク迷ってるなって方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。そしてハロウィン皆さん楽しんでくださいね。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったって方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして他にもまだまだいろんな動画上げているので、関連動画か私のチャンネルの方からぜひ見て帰ってください。ではまた次の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。